私は汗拭きシートです。一人目の時は用意してなかったんですけど、出産の時に汗をかいたけど産後初日はお風呂に入れなかったので、二人目の時に用意していたら役立ちました。私は100均にも売ってるペットボトルに取り付けられるストローです。分娩中は意外と喉が渇いて体を起こさなくても水分補給ができてとっても重宝しました。私は筆記用具とメモ帳、お通じの回数とか陣痛の頻度、体に変わりがないか看護師さんに聞かれることもあったのでメモしてました。産後は赤ちゃんの様子を記録してました。